こんばんは、言論 NPO 代表の工藤康です。さて、言論 NPO ではこの前の3月11日の東日本大震災からですね、やはりそのいろんな市民の方が実際に皆さんいろんなことを考える判断材料、またいろんな情報を共有しようということで、言論スタジオという形でですね、いろんな議論を展開する、発信することにしました。今日はその第2弾になるんですが、言論 NPO のですね、マニフェスト評価ということでいつも力を貸していただいている3人のエコノミストの方に来ていただきましたので、三菱東京 UAJ 銀行の円価資金証券部長内田和人さん、よろしくお願いします。内田さん、マーケットの問題をかなり専門的にやってますので、今日参加してもらいました。隣はですね、日本総研理事の湯本健二さんです。湯本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。湯本さんは一回内閣府にも執行して審議会やってましたよね。はい、そういうこともありました。で、最後に大和総研の主任研究員の鈴木仁さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、日本経済の状況っていうのがどうなってるのかと、つまり震災を踏まえてですね、かなり落ち込んできているというふうには見てるんですが、それが今の段階ではどんな状況に今なってるのかということをですね、湯本さんから、はい、どうでしょう。今日ですね、いろいろ3月分の経済統計が発表されまして、特に工場などの被災が大きかったわけですが、工業生産ですね、これはもう前月比で 15% 以上のマイナスということで、もうこれリーマンショック時を上回る過去最大のマイナス幅になりました。で、まあ、実際にも電気とか機械とかですね、電子部品ですとかそういうところの生産も大きく落ち込んだんですけども、東北地域とか、まあ、北関東地域というのは自動車部品や電子部品を作っている工場が多くて、そこの生産がストップしますと、実際に自動車の生産がもう全国的にストップしちゃったと、機械関係とか電気関係もストップしちゃったということで、被災地だけの生産の落ち込みではなくて、全国的な生産の落ち込みでこれだけ大きな落ち込みになってしまったということですね。それ以外にも個人消費も大きく、その震災のための自粛っていうのもあるでしょうし、当然震災地域でも消費が大きく落ち込んでますし、それからまあ原発の影響がありますから、旅行とかですね、特に外国人観光客が半減、7割減とかそういうようなことが起きてますので、個人消費の落ち込みというのは全体として数字が分かるのはもう少し先ですが、個別のデータを見る限りはですね、これも非常に大きな落ち込みになっているということで、足元については本当に大きい。なるほど。で、ただ生産の動きを 見ますと、4月5月ちょっと持ち直す計画を製造業出してまして、これ工場再開の動きがここに来て出てきてますので、最悪期は過ぎ去りつつある。ただまだまだ落ち込みとしては厳しい落ち込みがある。鈴木さん、どうですか。湯本さん、最悪期は一応出したって言ってるんですが、どういうふうに見てますか。サプライチェーンの問題って意外に大きくてですね、東北とか北関東って非常に重要な部品作ってるってことが今回分かったわけですね。で、経産省なんかちょっと数日前に調査を発表してましたけども、10月ぐらいにならないと7割8割ぐらいその部品がきちんと入ってくる状況に戻らないということですから、当面弱い動きが続くのではないかと。むしろ最悪期は出してる。その今回はリーマンショックのような需要ショックというよりは、供給ショックなので、立ち上がり、どんどん落ち込むってことではないんです。でただ中長期的に考えると、電力需給逼迫の問題なんかもあって、急いで復興しないとですね、企業が海外に出ていくとか、そういうことが起きると、これは日本経済にとって大変なことになりますから、やっぱり復旧復興をとにかく急ぐってことが重要じゃないかと思いますね。なるほど。内田さん、そのマーケットの今度は状況なんですが、株が大きく下がって、また一時円高になったり、いろんなこと不安定になったんですが、そうですね、震災直後はですね、要するにマーケットは基本的に思考停止状況になると。で、そうなるとどういうことが起きるというかというとですね、まずリスク資産、要するに株式とか、そういったリスク資産をですね、売却に入るということと、それから特に円についてはですね、金利が非常に海外に低いので、海外の投資家あるいは銀行が、金融機関がですね、円をその借り入れて、で海外 の, そのいろんな資産に 投資をする、そこは円キャリーですけど、そういうポジションが残ってまして、それをですね、こういった機能状況の時には一旦クローズ、要するに そのポジションをですね、売買を止めるんですね。そうするとどういうことが起きるかというと、円を借りてですね、で海外に投資していますので、その逆のことが起きる。要するに円を返さなきゃいけない。そうするとどうしても円をですね、調達することが、あるいはその為替市場で円を買うという時がありまして、これがその震災直後に急激な円高になったと、ちょっと背景なんです。
ですね。でそれがようやくその介入とか、まあ、しばらく落ち着いてきたという状況なんですけれども、株で見るとちょうどその1万500円近辺のですね、株価がですね、うん、だったんですよね、まあ、その前が、ねうん8000円台に落ちましたね、はいはい、でそれが今ちょうど9500円近辺で、うん要するに、その前の水準の、うん、急落した後の半値といいますか、うん、半分の水準でこう 横ばっているという状況なんですね、うん、でこれをですね安定しているのかそれとも、うん、下の方にどっちの方に行くのかというのが今市場の関心事でございまして、で期待としてはですね、うん、アップサイドそのいずれですね、戻るという期待はあります、うんはい、ただしなかなかこう復興対策が出てこないとか先ほどお二人がお話ししたようにですね、うんとりあえずはその生産とかですね、うん、あるいはその需要サイドも結構マインド落ちてますので、うん例えば自動車の販売とかあるいはその景気落ち指数は結構落ちてるんですけど、うんまあ、そういったところから少しこう復興需要あるいは復興対策ということで、はい前向きの力が来るかどうかって非常に前マーケットが注目している状況でありまして、それがなかなか出てこないんでですね、うんなんとか日々その上値が重くなっている、まあ、あそうですか、やっぱりあれですかその復旧復興、まあ、復旧っていうか、まあ、復興ですねに向けての動きがやっぱり遅いと思ってるわけですね。例えばちょっと今回の場合非常に広域にですね、被災が広がったということもありまして、うんうん、なかなか復興対策がですね、うん、その広域、まあ、広域って要するに、うん例えば地方行政とか地方体とかいろんな調整が必要になってくるので、それ自体は結構ある程度想定はしていると思うんですけど、ただ例えば過去の大震災のケースを見ますと、うんまあ、大体 1,2 ヶ月ですね、まあ、復旧に入り、それからもう3ヶ月後にはですね、大体復興対策、要するに6ヶ月後に補正予算が出てくる復興対策の、まあ、大体 その絵がですね、まあ、見えてくると、まあ、これが通常のパターンでありまして、そうするとその期待感から株式とかですね、為替とかの影響があるんですけど、なかなかそこが見えてこないというのが今回の特徴だと思います。そうですね、確かに阪神・淡路とは規模もその、まあ、原発問題もありますから単純に比較はできないんだけど、あの時はやっぱり1ヶ月ぐらいで復興の基本法ができてね、その復興に対する実行対策も全部決まって動いてて、それでその、まあ、だからそのお金の問題が出て、今度地域の中ではそれに目指したいろんなその復興基金ができたり、7月末にはもう皆さん仮設自衛隊に全部移っちゃってるっていう。正確申し上げますと、あの当時はですね、うん、ちょうど1月に地震災がございました。17日ですよね。その後復興にもですね、うん、イギリスの大手金融機関のかなり不正な取引によってですね、その後株が暴落をしたんです、一時。あ、そうでしたっけ。はい、名門の銀行がですね、ちょっと不正取引をしまして、うんうん、それによって急落しました。その後に日米摩擦が起きてですね、うん、で為替が80円になりまして、で、まあ、マーケットとしてはですね、震災の後にかなり、数ヶ月にわたって調整期間がついたんですけど、うんうん、ただし今工藤さんおっしゃったように、うん、その間に復興対策が進んでましたので、うん、その後80円のボトムを打って株がですね、うんそれに伴ってボトムアウトした、まあ、その反転転じてからですね、うん、一本調子にですね、うん株高という動きに戻っていったんですね。ですからそれが今回起きるかどうかというところ、うん、あれですか、鈴木さんが言うのなんか S&P がね、なんかどこの新聞見てたらまたネガティブにね国債という話をしてるんだけど、あれはどういうことですか。やっぱりその政府側の動きがちゃんとした期待できるものになってないというふうな見方がやっぱ広がってるという認識でいいんですか。もちろんその財政赤字あるいは JGB に対する格付けの話ですから、うんうん、その復興資金というのがどのぐらい、まあ、いるのかよくわからない、うんうん、それで、まあ、財政の悪化がどんどんこのまま進んでしまうかもしれない、うん、日本ってこれ投資であればですね、本当に前向きの復興の投資であれば国債でやっても別に問題ないわけですが、日本ってその経常的な支出を全部財政赤字でやってきてしまっているので、その平時にちゃんとやってなかったそのつけみたいなものがですね、その有事の対策を制約しちゃってるんですね。だからその難しさをきちんとコントロールできてないんじゃないかっていう、まあ、警告と受け止めるべきなんだろうと思いますね。なるほど。そうと先ほど湯本さんは、まあ、最悪期は出したけども、しかしまだまだその動きとしてはですね、疑心暗鬼がマーケット側にもあるしね。当然ですね、夏場の電力不足対策、それが今度ありますよね。なんとなくですね、まあ、一応その5500万キロワットまで供給量を増やせる見込みが立ったので、うん、1位と比べればだいぶ安心な状態になってきたと思うんですが、うん、ただまあこの夏の暑さがどうなるかにもよりますので、これは下手をするとまたその電力不足で生産が一旦落ちるということもあります。
それからまあその国債の格下げ方向への見直し象徴される通り、やっぱり復興プランの全体がまだ見えてこなくて、どれくらいのお金がかかるかわからなくて、それをまあ当然当面は国債発行なんだけれども、どうやって財源調達するのかということも、まあいろんな増税だとかあのいろんな議論が出てですね、まだ固まってないんですね。そこらあたりがまあやっぱり先行き不安が、もともとやっぱり少子高齢化で財政赤字が膨らむというベースがあって、震災がなくてもこの赤字どうするんだっていう懸念が市場の中にあった状態の中でですね、さらにこの震災も起きたと、ここがやっぱり一つ大きなインパクトです。なるほどですね。やっぱりそのじゃあ政府の取り組みというのは非常に重要になっているという感じするんですが、この震災でですね、まあ、日本経済はその今回あの震災があったから何か変わるというよりも、そもそも日本経済は筋肉質になってですね、経済をの力強いものにしなきゃいけないという大きな課題がありましたよね。一方で財政的なあの非常に破綻リスクが高くなっていたと。一方で地震を見てですね、震災を見てみると意外に日本の経済構造というのが、さっきあのサプライチェーンのところが詰まってて、それが世界にも影響しているみたいな状況があったということが出てきているんですが、震災で分かった日本経済の問題というんですか、そこあたりはどういうふうに皆さんお考えなんでしょうか。まずそのサプライチェーンの構造というのは、日本の基幹産業である自動車とか電気といったところの部品をですね、東北地域と、北関東地域を中心にですね、集積してそこで作っているということですので、一応地域的なリスクがあると、あの西日本にこうすぐ生産を移すってことはなかなかすぐにはできませんでしたので、そういう体制の問題っていうのが一つありますね。でこれは企業の今努力で、一生懸命あの西日本に移したり、場合によってはその国内かじゃなくて海外に移そうという動きもですね、本当ごく一部ですが出始めてます。ですから先ほどあの鈴木さんもおっしゃった通り、これもたもたしてますと本当に海外に行きかねないという状況になりますので、そこを一刻も早く修復するという問題があると思うんですね。それからやっぱり東北地域 の産業構造というのを考えますと、特に津波にやられた地域というのは、農村や漁村やですね、そういうところ町ごとコミュニティごと流されてしまっていると。で、もともと震災前に農業とかに関してはですね、強い農業を作って、むしろ輸出をして、日本経済の成長戦略の一環としてやっていこうと、そういう話があって、TPP への参加とかですね、そういうことをもう本当にやっていかなくちゃいかんということで議論がスタートし始めたんですが、こういうことが起きましたので、まさに今農村漁村の被災地をですね、どうやって復旧こうしていくかという議論になりかけてるんですが、復旧の動きの後ですね、この東北地域というのはどういう形でその新しく再生していくか、ある意味新しくものを作っていくというのは振興っていいますかね、そういう観点でものを考えていかないといけないんじゃないかと思うんですね。でそういう意味ではこの産業基盤をどうやって強化するかという意味では、例えば今特区制度っていうのを国でやろうとしてたわけですね、成長戦略で。これをやっぱり日本企業が出ていかないようにするだけじゃなくて、外資系企業とか外国人がどんどん入ってくるようにですね、税制とか規制とか、予算措置とかそういうものを優遇的にする特別区域を作って、でそこを東北に集中してそういうものを作って、産業基盤の再編成というのをしっかりやっていくというのが一つあると思うんですね。例えば世界 最先端の技術開発特区を作って、そこに人物金を呼び寄せるというのはアイデアもあると思いますし、からもう一つの問題としてはやっぱりエネルギーの問題というのが明らかになってきましたので、エネルギー政策を根本的に変えていくという意味では、当然太陽光とか風力といった再生可能エネルギーを導入していかないといけないという政府の政策はありましたけども、これ原発を相当上げると前提で計画を立てたので本当にもうごく一部なんですね。エネルギーが全くクリーンなエネルギーで動いている街というものをですね、スマートシティっていうふうに呼ばれてますけども、そういうものをこう作っていくとか、そういう全く新しい発想の街づくりというのが求められるんじゃないですかね。鈴木さんどうですか、その今震災を踏まえてね、日本の 東北地域でもいいんですが、こんな状況だったんだと、ということを何か気づいたことあります。今回分かったことっていうことで申し上げれば、分かったことっていうことで申し上げれば、今イオンさんおっしゃった、そのサプライチェーンということで、実は東北地方っていうのは生存力かなり強い、これは電子部品とか自動車部品、それから飲料とかですね、そういうものがたくさんあったということが分かったということなんですが、ちょっと一点特に申し上げたいと思いますのは、やっぱりエネルギーの話です。
して、要するに電力を使わない産業ってのはないわけですよね、うん、それで電力が供給されないとみんなマインドも沈んで消費もしないし自粛もしてですね、その電力っていうのはいかに重要かっていうことが今回よく分かった災害だと思います、うんうん、これ短期的にはその夏のピークどうするかっていう問題ありますが、うん、長期的にいつまでもその火力発電でいいという話ではないわけですから、うんうん、エネルギー政策をどういうふうにしていくかということが見えないと、うんうん、その企業がどう活動していけるかというときに、うん、その大元はこのエネルギーの話をですね、始めないといけないんだと思いますね。じゃあ3点あの、うん、キーワード申し上げますと、キーワード1つはですね、やっぱりあの、日本は安心安全というそういうブランドがあったんですけど、うん、それが、まあ、崩れてしまったと。これをどうやって立て直すかということですね、うん、まあ、これはあの補助の含めて原発対策もそうです、はい、で2つ目はですね、やっぱり広域な復興対策というのはですね、どうしてもその政治的なあの調整が必要を伴いますので、まあ、これが非常に遅い、うん、で3つ目はですね、やっぱりこれはあの政治のリーダーシップということになると思うんですね。あの今日朝ですね、あの私は ある別の勉強会やってたんですが、あのその時にですね、あの外アメリカの人が言ってたんですね、日本がね、あのかなりあの復興が遅いと、つまりどういうことを目指してどう動いてるか見えないと、3割はね、だけど日本は必ず復興するだろうと、こういうこの危機を乗り越えるのが日本だっていうんですが、ただ7割ぐらいの人たちは、ちょっと日本はかなりあのこの復興のタイミングをね、逃してしまうんじゃないかというふうに思ってるっていうことを言って、あの外国人が言ってまして、内田さんからもあったけども、やっぱりあの遅れてるんで、遅いっていうかですね、対応が、あの対応遅れてるっていうのは、例えばプランニングに入ってその時期が遅れてるっていうんじゃなくて、プランニングとかその実行体制そのものが決まんないと、なかなか政府としての統治のところが遅いような感じがちょっと見えてるんですが、政府の取り組みの状況でどう映ってるんでしょうか。そうですね、あの先ほどその過去の大震災ってよく比較されますのは、まあ、関東大震災の帝都復興院というところがあるんですけど、これが後藤新平さんが、まあ、最終的には、巨額の規模が、まあ、例えば30億円という、復興期規模が 最終的に5億円にですね、縮小されたんですけども、それでもですね、機能したっていうのは、あの徹底的に横断的な管理の機能を活用したんですね。活用したんだよね。ですから、まあ、要すれば実務家のですね、レベルに落としてですね、でその中で知恵とそれからプランニングをするというのが、ちょっと成功例なわけでありまして、うん、まあ、具体的にはあの近代的な都市計画ということで、うん、まあ、約1000万坪のですね、うん、あの土地の区画整理事業をやると、まあ、こういうものはあのやっぱり政治のリーダーシップも必要ですけれども、まあ、実務的なですね、やっぱ官僚機能をやっぱ活用してくると、うん、まあ、いうことが重要かと思いますね。それから海外の例ですけれども、あの、近年はカトリーナっていうニューオーリンズのですね、うん、大変な大災害がありました、うん、まあ、この時もですね、まあ、当時は市長とそれからあのその市政のですね、対立っていうのがあったんですけども、うん、まあ、結果的にはですね、あのクラスタリングプログラムという形で救済すべき、うん、救済がまず来るわけですね、うん、で救済すべく地域を、まあ、まさにクラスは、うん、あのクラスに分けて徹底的に政治リーダーシップに伴ってですね、そういった救済を、うん、まあ、中心とした、うん、あのその復興計画を立てて、でそれを推進した。そうすると結構非常にこれがあのうまくいったというのがあります、うん、さらに言えば四川地震、最近ではですね、中国のですね、中国の四川地震というのは最も復興スピードが速い対策なんですね、うん、これはあのちょっと中国という非常に特殊な国家制度のもとにですね、うん、あの例えば農民制度とか、あるいは、うん、その観光業のですね、あの、うん、その土地収用とか、こういう形でですね、うん、強制的にある意味その時の復興を進めたということがあるんですけれども、うん、まあ、約2年間でですね、うん、まあ、これも一つの、まあ、極端な例のその政治リーダーシップだと思うんですけど、復興計画っていうのは、まあ、基本的にはまず救済、うん、それから復旧、それからも復興ですよね。この3段階のスピードをですね、あの、まあ、官僚組織を活用し、かつその政治リーダーシップによって復興のスピードを上げていくと、うん、まあ、いうことがですね、私はやっぱり重要かと思いますね。逆に言えば今そういうふうになんかなってないですよね。政治家主導になってますので。そうなんです。ですから政治主導というのは政治家主導、主導になっちゃってますよね、だから非常に遅くて、いや僕も非常に思うことがあるんですが、ちょっと抑えて、井本さんどうですか。今あの内田さんおっしゃったような、うん、まさに政治の問題というのは非常にあの大きいと思うんですね、うん、まあ、このもともとそのねじれ現象ということもありますし、うん、それから民主党政権そのものの中で、うん、やっぱり、まあ、全く反対に意見があって、それをこう調整できない政権でありますから、うん、その民主党というのは政治主導
って意識しすぎましたんでね、うん、この震災対応においてもですね、復興震災復興復興構想会議ですか、うん、あれもちょっと官僚あまり入れずにやるような感じになってますし、そのこと自体がまあ復興スピードをそれを遅らせてると思うんですね、うんうん、それからもう一つ今回やっぱり震災とですね、それから津波と原発が同時に襲った、うん、もう複合的な大きな自然災害であってですね、特に原発は今なお予断を許さない状況なわけですね、うん、ですから政府の対応のもう関心の集中がまあどうしても原発にこう集中していってしまって、他がちょっとおろそかになってしまうということはやむを得ない面もあるんですが、ただそれも体制作りが遅れたことに起因してますね。今はきちっと分けて対応してますけれども、そういう体制作りの遅れがまあこういうものと相まってですね、やっぱり対応を遅くしていると。それからまあ野党もですね、まあやっぱりこういう時はですね、一丸となって早期に対応していかないといけないっていうことだと思うんですね。いろんなアンケート調査を取っても、まあこのタイミング大連立いい悪いはいろんな議論がありますけれども、まあそういうところはなかなかまだ微妙なごちゃごちゃした状況になってますね、うん、最終的にはその政治、与党だけではなくて野党も含めたですね、政治の混迷というのがやっぱり対応を遅らせているというふうに思います、うん、はい、どうです鈴木さんはどう見てるんでしょうか。まあ、ねじれ国会という決まらない中で災害が起きると本当に深刻だなということだと思うんですね。悲劇という感じがしますね。政治主導という話がありましたけども、うん、その中央省庁というのはかなり縦の指揮命令系統がはっきりもう明確にあって、うん、で横の調整機能というのも一応あるわけですね、うん、だからもうそれをフル活用するという視点がないと、うん、これは先に進まないと思うんですね、うん、で加えて申し上げると、その今回の災害は非常に広域で沿岸部と内陸部で全然被害の状況も違いますし、原発が関係しているところしてないところありますし、そのまちまちなわけですよね。そうすると被災地の利害ってのは本当にバラバラで、それを調整するような機能っていうものがどうもない。その東北3県がバラバラに何か言っていてもですね、これは復興案としてその日本の戦略としてまとまるっていうことにならないわけでありまして、その地域 の、 その声をきちんと集約して、なおかつ国の視点で国家戦略としてこうまとめ上げるっていう、そういう機能がまあ、ないっていうのがですね、一番問題なんじゃないかなと思います。そうですね、いや私も同じように見ててですね、かなり厳しいなと思うんですが、こういう状況っていうのは今度は経済とかマーケットがどう見ていくかってことなんですね。でさっき の、 その危機をこう出してきたっていうのも、まあ、今その話から見れば企業が自分たちで努力をしてなんとかその生産拠点をうまく調整したりとかいう話であってね、それが今度次の単なる戻しじゃなくて新しい形の転換っていうのは今のところ全くないわけですね。ただみんな議論が飛び合って空中を飛んでるだけであってね、まあその海外からの見方、あるいは市場からの見方もそうですけど、うん、やっぱり、その、まあ、復旧から復興への動き、うん、まあ、これがですねまだ構想段階でも あってもいいと思うんですけど、うん、まあ、一歩でも前進しているかどうかって非常に注目していると思います。例えば、うん、まあ、具体的に言えばですね、うん、この6、7月から出てきます第二次補正予算ですね、うん、まあ、こういう中身の、まあ、骨格でもですね、うん、まあ、例えば出てくる、先ほど、まあ、井本さんおっしゃったようなですね、まあ、それこれはもう今回は東北のですね経済復興というのはベースになりますので、うん、経済特区もこれは一部政府の方出してますけれども、うん、まあ、経済特区ですとか、あるいは一部その東北6県の先ほど鈴木さんもございましたように、まあ、同時修正的な、ね、考え方とかですね、まあ、そういうものを進めていく動き、それから、まあ、やはりそのエネルギー対策なんかもそうですけど、次にやっぱり住宅ですよね。やはり前回の阪神・淡路もそうですし、先ほどのキャトリーナの時もそうなんですけども、住宅の復興対策っていうのはですね、これは本当に、かなりその需要サイドに、経済の需要サイドも大きいですし、人々のマインドも結構回復してきますので、その住宅対策ですね、まあ、こういったことが必要ですし、まあ、あとはその、まあ、どういう産業をその東北で立て直していくんだと、まあ、今回サプライチェーンがかなり影響を受けたということですけど、逆に言えばですね、まあ、そういったサプライチェーンはだからといって西日本に移すのではなくてですね、もう一度そう全国的な防災設備をインフラを整えた上でですね、まあ、しっかりとしたその工業団地、それから経済特区の下でまたサプライチェーンを立て直すという考え方もあると思うんですね、うんうん、そういうことで産業を、まあ、復興していくという動きがですね、これから出てくるのを今市場や海外は非常に期待している、期待しているわけですよね、ということだと思いますね、はい、ということは期待が裏切られると困るわけですね。そうですね、あと、まあ、期待は最終的に期待が実現になってもスピード感が重要ですので、あ、今度そっちもですから今6、7月が多分ですね
もうこれは政治的にもですね、6、7月をめどにとおっしゃっているんでですね、かなり時間軸としては注目しているところだと思います。ここで具体的なことが出てこないとですね、まあ、あるいはその社会保障税制の一体改革って非常に重要なんですけれども、うん、やっぱり優先順位をですね、つけて早く復興に向けた、うん、リーダーシップを発揮しないと、まあ、かなりそのマーケット的にも海外の見方も厳しくなっている。そうか、するとそこが第二次補正ということが一つの焦点になる。第二次補正とそれから対策の方針ですね、実行体制とかプランの方向ですか、はい、でもどうですか、山本さんはズバリ言うとちゃんと動き出すと思います。やっぱりこの、うん、なんていうんでしょうね、その復興構想会議、うん、これは確かにこの復興ビジョンを作るということで、うん、まあ、学識の専門家、有識者入れて、まあ、作るっていうのは、まあ、これ基本的にはまさに東北をどういう形で蘇らせるかと、全く元のままに戻すんではなくて、新しいコンセプトをどういうふうに埋め込んでいくのかと、これを通じて日本全体 の、 その国際競争力を高め、日本の経済成長を高めるようなものになるんだというものをこれ出せばですね、海外からもいや日本は必ず復活できると、より強くなって戻ってくるかもしれないと、こういう見方ができると思うんですね。ただこの第一次提言が6月末にまとまるということで、その後も提言を出していくんでしょうけども、第二次補正予算というのはもう本当に夏場のできるだけ早い段階でですね、出さないといけないわけですが、この補足会議の提言とですね、それを実際補正予算の中にどうやって落とし込んでいくのかというところのこの調整がですね、先ほどからご指摘があったやっぱ官僚が入ってないようなところもありますので、まあ、スムーズにいかないと、役所は役所で、例えば国土交通省は復興の会議をまた作ってですね、やっぱり国土交通省なりの考え方で、まあ、地形に応じたそのインフラの復旧とかですね、そういうことをやって一方でやってるわけですね。その延長線上には何か新しいものが出来上がるっていう姿がちょっと想定しにくいものがあるわけです。で、まあ、現在も被災地で苦しんでる方の心情を考えれば、もちろん新しいものを作り変えるなんて、もういいかげん、なんていうか能天気なこと言ってるのはどういうことだっていうような批判もあるんですが、やっぱりそこは同時並行でしっかり進めていくと、プランを早く作り、将来プランを早く作りですね、それ一方で足元の復旧復興は、まあ、もう当然スピードを上げていかないといけないんですが、それがちょっと政府の中でバラバラに見えますし、それから民主党の中でも同じような委員会ができましたけれども、でそれもそれで現地視察とかいろんなところに行って、まあ、いろいろ考えて議論してるんですが、その3つがですね、なんていうか相互連携がちょっと見られないような感じがするんですね。かなりはうまくいかないんじゃないかっていう見てるわけですね。もちろん足元の原発の影響というのがですね、これ日本人だけではなくて、特に海外諸国に対する心理的影響がものすごく大きくなって、風評被害が農産物やその魚だけではなくて、もう本当に工業製品とか部品とかそういうところまで放射能検査をさせられてですね、まあ、証明書も出せというようなことになっていてですね、日本の、まあ、先ほど内田さんおっしゃった安心安全ブランドが完全に崩壊してますから、政府の役割って、まあ、復興もあるんですが、そこの風評被害、海外のマスメディアや外国の国にですね、やっぱり状況をきちっと説明すると、まあ、原発についてもようやくこう最近になってスケジュールが出てきましたけども、6ヶ月から9ヶ月先って非常に曖昧な状況になってますよね。からまあそこら辺もっとはっきり海外メディアに具体的にきちっと説明していくっていう、これもまあ日本が早く再生していくために必要なものなんですね。いや、日本の政治政府は海外に対する対応も震災時からほとんどやってないので、支援もですね、途中でもう断ったりしてるんですよ。つまり受け入れる力がないっていうのがあってですね、だから非常に閉鎖的な内向きな感じに今なっちゃってる状況ありますよね。さっき鈴木さんは地域 の、 その声を反映させながら、しかしそれを国家戦略としてやっていく、この仕組みがないっていう、そうなってくるとひょっとしたらアイデアだけを国が出してね、なんかそういうになっちゃうっていう可能性ありますよね。復興っていうのはですね、過去の関東大震災も阪神淡路大震災もそうでしたけれども、うん、政府のお金と民間のお金と、うん、その両輪で復興していくんですよね、うん、政府だけでやるものではないわけですね、はい、で井本さんおっしゃったように、その新しい、まあ、東日本どういうふうに作るのかっていうのがまずベースに国としてあってですね、そこで農業をやっぱりもうこれ世界的に競争力ある形にですね、変えていこうとか、まあ、漁業にしてもこれはまだまだですね、こう効率化する余地っていうのはあるというふうに言われてますし、それから
まあ、住宅だってその高齢社会に適した住宅を、まあ、ストックを作ってですね、どういう街づくりするのかってこう、まあ、それをうまくやればそこに生活産業がまたこう入っていけるわけですよね。ですから民間資金がこう入っていけるように、まあ、国がアイディアと呼び水となるような、まあ、補助金でもいいですし、まあ、税を使った補助金でもいいですし政策金融でもいいですし、まあ、そういう形でその何て言うんでしょうか、政府がアイディアと呼び水をこう出すと、でそこに民間資金がこれならいけるというような形で入っていけるということが起きる、まあ、そういうその全体の復興の計画っていうものができるかどうか、若い人たちが参加してそこの地域が発展するぐらいその遠くが大きなその未来に向けて変わらなきゃいけないという時代に来ていると思うんですね。3つでしたよね。漁業農業を強いものに変えれるかとか、あとエネルギー問題、まあ、つまりこの問題、まあ、クリーンということもありますけど、そういうことを、それからさっき言った部品作業構造上そういうふうな一つ大きな供給基地になってたと。あともう一つあるのは高齢者かなり多いんですね。この状況をですね、未来にこうもう誇れるようないう形にするためにはどうすればいいのかということをまず一言ずつちょっと話聞きたいんですが、農業に関しては、うん、まあ、これ大規模化して生産性を上げればですね、うん、本当に日本 の, その製品っていうのは品質が高くて安全で安心で、うん、世界に競争力あるものだと思うんですね、うん、だからせっかく農地法の改正なんかやってですね、再参入しやすくしてるわけですから、まあ、それの障壁がどこにあるのかをきちんと見ていろんな人が農業に入っていけるようなことが必要ですし、で漁業に関しては、まあ、養殖とか、まあ、捕獲をしてそれを港に上げてそれをさばいて、食品に加工してっていう、もう全体、まあ、その先の流通消費者までですね、これ全体を効率化させるっていう視点がこれまで欠けていたというふうに言われています。だそれをきちんとやればですね、まあ、近代化させるってことですよね。それをどうやっていけばいいんですか。特区かなんかですか、ね、規制なんか縦割りになっちゃってるので、うん、それぞれですね、それをその全体をきちんと見て、特区のような形でやるというのが一つのアイデアだと思いますね。農業についてあります、他にこういうふうにした方がいいという、農業漁業ですか、今さてどうですか。まあ、やっぱりこれまでの議論されてきた農業の改革ですよね。これはまあいろいろ反対論があって実現できなかったいろんな規制の問題がたくさんありますけれども、そこをまず東北の振興ということで、まあ特区の話出ましたけれども、特区のような形でまずやってみるっていうところからですね、考え直す必要があるのかなと思います。ですから、まあ一般的に言われているようなですね、まあ、株式会社が参入できるようにして、まあ、やるっていうようなやり方も、まあ、これ賛否ありますけども、例えばこれ若い人がですね、今放っておくと職がないのでどんどん東北から他の地域に出ちゃうんですね。で一旦出ちゃうと戻ってこないと、本当にお年寄りばかりの地域になってしまうということを考えると、若い人にも農業をやってもらうと、やっぱりそういう法人形態でどんどん自分の収入になっていくような未来があればですね、これはやる気のある若い人、むしろ東北の人だけではなくて日本全国からこう、まあ、北海道に日本全国からこう集まるようなところがありますけども、これを東北でも同じようなことをそのインセンティブを与えて、そういう人たちが集まってくるようにすると、エネルギー大きいですね。またということで申し上げるとですね、これはその当然再生可能エネルギーみたいなものをこれまで以上に推進する必要があると思うんですね。で、まあ、今回その東北地方、例えば、とかエネルギーパークのようなですね、ものを作って、そこで本当に大規模な太陽光発電、まあ、メガソーラーですね、そういうものをやるとか、これはいろいろ技術的に実証的にやっていかないといけないので、太陽光をやるとか、それからまあ風力発電やるとか、これいろいろ技術的にはその太平洋側風況があまり良くないとかですね、いろいろあるんですけれども、まあ、それにしてもそのエネルギーについて、再生可能エネルギーをこう導入していくようなですね、実証実験の場をこの東日本あるいは東北に作っていくっていうようなことがですね、これはその部品というか、そのための製造業や雇用や、いろんなものが生まれますから、そういうことが一つのアイデアです。世界の 最先端のですね、まあ、その環境問題でいいんですけど、何がこう遠くにかなり一致してですね、それをベースというぐらい何ができればいいような気もするんですが、再生可能エネルギーというのは一つの非常に大きなこのエネルギー政策そのものを見直す際に重要な視点だと思うんですね。ただ今までの政策、打ち出してきた政策の延長線上では、全然追いつかないと。もうすでに中国やアメリカがですね、太陽光とか風力とか、まあ、風力はヨーロッパ諸国でそのやってますけども、進めていて、でどんどん量産してコストが下がってますから、これはある意味日本独自の、まあ、省エネ技術とか、まあ、そういう
電気自動車もそうですし、そういう再生可能エネルギーも含めたですね、トータルな都市をですね、スマートシティといったような都市をですね、設計していくと。でこれは実はもう実証実験で横浜とか京阪とか北九州とかいろんなところでやられてますが、もうこの実証実験ではなくて現実に作っていくってことをですね、やっていく必要があると思うんですね。でただああいう大規模な都市とまた東北の小さなところ町づくりとはまた別ですから、やっぱり被災地に合ったような町づくりをしていかないといけません。でそういう意味で今例えばお隣の中国では天津生態城っていうのがあって、そこで未来型の環境都市を作ろうというような動きもありますし、それからスウェーデンなんかではハンマルビーショースタッドってもう人口2万人ぐらいのちっちゃな町なんですけど、もう全てこれバイオガスで循環するような町を作っちゃってるんですね。だからスウェーデンの企業なんかも日本の都市をどうやって再興するかという、ひそやかに今情報収集してですね、参入したいと考えている企業もありましてですね、そういう意味ではそういう外資の知恵やそういうものも使いながら、やっぱりしっかりしたプランはもちろん国主導で作りですね、実際の現場でどこにどういうものをどう作っていくというのは、地元の意見をしっかり聞いて、そういう復興プランを、町づくりプランを作成していくと、こういう形でやることがですね、先ほど鈴木さんもおっしゃった通り、まさにこれやる以上は雇用に結びつかないといけませんので、一時的に雇用が増えるだけでは終わりですので、単にこうなんか新しい再生可能エネルギーの発電設備設置するってだけだと一時的な雇用で終わってしまいますので、やっぱりトータルな何年もかけた街づくりっていうものにこう結びつけていく、それが持続的な雇用の増大に結ばっていくような形になると思います。牛田さんどうですか、ありますか、そのエネルギーとかで。そうですね、私はやっぱり3つ、1つ目はお二人がもうおっしゃったように、復興のベースはどんな都市再生計画です、これはもうどんな、例えば四川もそうだし、キャトレーナもそうだし、関東大震災もそうです。ですからやっぱり住宅都市再生というのがベースになってくると思います。その意味ではですね、関総でおっしゃっているエコタウンというのはですね、本当に実現できればもう具体的な絵を描ければですね、かなり海外を含めてですね、見方が変わってくる可能性が高いんじゃないかと思いますね。で2つ目はこの先ほどからお話しいただいているそのエネルギー対策なんですけど、私はですね、先ほど木本さんの会スマートシティとお話がございましたけど、スマートグリッドですね、要すれば電力ってこれまではもう、要すれば最大消費電力というところを抑えればですね、あれをコントロールできればものすごくですね、効率的な経済システムができるということがここで分かったわけですね。でそれを作り出すことによって、それが世界の標準になる可能性が高いわけですよ。具体的に言えば要すれば発電をして、それがかなり電力を使わない時には蓄電をすると、要するに蓄電能力をいかに引き上げるかということですよね。それからスマートグリッドですから、やっぱり送電のシステムをもう一回整備すると。でこれでもって例えば先ほどの太陽光でもそうですけども、太陽発電もそうですけども、家庭のその売電とですね、配電のシステムを変える、もっと言えば日本全国のですね、電圧もそこで統一させる、このようなスマートグリッドってやっぱり今アメリカでですね、オバマ大統領がこれ提唱してますけれども、アメリカの場合はそういう全く電力の電線が1本しか通ってない中でドラスティックに変えようとしてるんですけど、日本は効率的なすでにシステムがある中でですね、先ほど申し上げたその日中 その電力 その変電能力を少し変えて経済システムを効率化するとかですね、こういうことをするとかなり競争力が高まるし、かなりのその、ブレイクスルー的なですね、技術開発になってくると思うんですね。ここはあれですかね、つまりちょっとここの議論はかなりまだ時間かかるんだけど、一応簡単にちょっと聞きたいんですが、今の電力会社の問題とやっぱりここにちょっとかかってくりますよね。つまりその発電と送電の問題、それからさっき周波数の問題もありましたけど、やっぱり全然それがこう分断して動かないという状況があってですね、そういう状況に戦後あったわけですね。そういうところがやっぱ原発問題という形に抱えてて、そういうことも含めて全面的に見直しということにならなきゃいけないんでしょう。つまり規制緩和をし、送電のところやっぱり別な会社になるみたいな、そんな感じのイメージになってるんですかね。そうですね、アメリカの場合ご案内通りですね、発電と送電と、違いますね。ですから基本的にはただ、基本的にそれで民営化という形なんですけど、ただやっぱり電力というのは国のですね、やっぱりエネルギー政策の根幹ですから、ですから国がどういう関与をするか、どういうコミットメントをするかというのがベースにあってから民営化ということにならなきゃいけないですね。なのでそこまでコミットメントをどうやって作っていくかということが重要だと思いますね。
ヨムさんどうですか、これちょっと一言、今の話はかなり重要な話です。かなり重要な話で、そのベースはですね、うん、この原発政策をどうするのかというところにやっぱり帰着してくると思うんですね、うん、そのいたずらに東京電力の経営体制の問題とか、その国家がどこまで何をやるべきかとか、まあ、そういう議論も出てます。でそれが最終的にはその規制緩和を通じた全体日本全国の電力会社の在り方みたいなところにもつながってますが、そういう議論が出てくること自体は私はいいと思うんですが、ただやっぱりきちっとさせておかないといけないのは、この原発というのはじゃ あのどうするんですかと、これこのまま今の現行の水準を維持して、まあ増やさないというスタンスなのか、まあ、放っておきますとやっぱりあの焼却期限が来ますから停止していくんですね。で中期的にはどん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 比率が下がっていきます。でそれを一体何で埋め合わすのかというのは、先ほどの再生可能エネルギーの話はありましたが、これは本当に10年20年かけて考えるべき話であって、1年2年、まあ、数年でですね、その取って代わることはとてもできない話なんですね。で他の火力発電のところは、まあ、日本がどんどん石炭とか LNG を増やしているということで、ね、国際的に価格が上がっちゃってるような状況になってますから、やっぱそこのところはっきりさせた上でですね、やっぱりそういう規制緩和の問題っていうのも、まあ、それはその次のステップとして議論し考えていく問題なんじゃないかなと。でもやっぱり今の話はやっぱり単なる東北地域の復興だけではなくて、やっぱ本当は日本の経済とかいろんな問題の全体全面的に見直し、日本の未来にかけてですね、そういうやっぱり起点になってきてるっていう感じがすごくしますよね。鈴木さんどうですか、電力の問題です。電力 の, その世界の歴史ってこう、まあ、公がやったり、こう一部民間がやったり、こう、まあ、いろいろ揺れ動いてるんですね。で、まあ、日本の場合ですから、何が一番国民にとってプラスなのか、産業にとってプラスなのか、これ結構技術的なことっていうのは素人の人ってなかなかわからない問題がたくさんあってですね、まあ、発電したはいいけどそれを送電する技術っていうのは本当に大変だったりしますし、そこはその、まあ、じゃあ自由化したら何が起きるのかとかですね、それは50年先こういう姿を目指すんだっていうことで、まあ、10年20年30年40年こう工程表をどういうふうに作るのかと、でそれを作るため の, その議論の蓄積なり、まあ、経済的な分析なりっていうのは実はあんまりないんですよね。だから本当にこれは急いでいろんな方面でこのエネルギーどうするのかっていう議論をすぐに始めるっていうことがまず出発だと、出発点だと。それは必ずやります、この芸能スタジオでも。そこでちょっと最後、復興するときにですね、財源をどうするかとかね、それから復興費の問題もあった、体制の問題もあったんですが、そういう話が多いんですね。だからその財源問題、まず財政債権の問題もあるんですが、そういうことの組み立てっていうのをね、どういうふうに考えていけばいいのか、どうですか、吉田さん。そうですね、やはり今この厳しい財政事情の中でこの復興資金をどうするかということなんですけど、まあ今工藤さんおっしゃったようにちょっとその仕組みばかりが先行してですね、まず最初はですね、復興しないとですね何も始まらないものですから、ですからそれはですね、予算の組み替えにしても一時的な国債の発行にしてもですね、まあいずれにしても財源をつけると。でその過程においてですね、その次元的な税制のことを考えていけばいいという状況だと思いますね。なぜならばですね、消費税がいいか、それとも所得税と法人税の組み合わせがいいか、まあ、いろんなそのシミュレーションがあるし、その中期的にはやっぱり社会保障と税制の一体改革という中で考えていかなきゃいけない問題ですので、ですからまずはその復興対策に対する、予算についてはベースは予算の組み替えですね、まあ、これは本当に不要不急のものについては、あるいはその抜本的な民主党政策のマニフェストに関してもですね、抜本的な見直しが必要であり、なんかまだ手不手ってですよね。そうですね、でそれをまず最優先にやって、で足りない分についてはやっぱり国債を発行する。ただ国債の発行もですね、通常の国債ですとやはり今、阪神大震災の時に市中国債って36兆円で今140兆円超えてるんですね、なのでやはりその日本の国債リスクが高まる中で、単純に国債発行するとかなりリスクが高い、従いまして次元的なやっぱり国債、まあ、例えば5年だったら5年で5年償還したらどうするかということをですね、まあ、財源については、まあ、これは責任もありますけれども、区切ってですね国債発行する。それからもう一つは永久債とかですね、まあ、ある程度新しい仕組みのですね債権を検討する、まあ、これは個人向けの国債なんかもそうですけど、やっぱり復興国債という形で、まあ、個人の方々のその税制控除を含めた新しい
国債の仕組みでこういうことをですね考えていけば、うん、なんとか財源の問題クリアできるんだ。なるほど。一番最初にあの震災復興会議がですね、財源の問題が出てきたということ自体がまず違和感を感じました。ただまあ確かにあの日本の財政状況というのは震災がなくてもとんでもなく大変な状況で、一刻も早く税制と社会保障の一体改革をしなくちゃいけないという状況の中で、まあこういう震災が起きて、まああのお金がですね非常にかかると、少なくとも10兆円は超えるんじゃないかというような見方がまあ的になってますけれども、でまずはやっぱりそういうマニフェストの見直し、予算の組み替えということで、財源を生み出すということで、まあ、最初の一次補正予算は4兆円規模で、まあ、そういうやり方をしたと言ってますが、実はその基礎年金の国庫負担の財源をその捻出したものをですね使っちゃうというようなことをやってまして、これはもう必ずあの何らかの増税等の手当てでですね対応していかないと、もう中期的に穴の開けられないものなんですね。ですからそういうことも含めて考えると、まあ、当面は当然あの、まあ、次元を切った国債発行ということで、対応していくということがあの現実的だと思いますが、ただやっぱりあのそれをきちっとあの将来的な増税で担保するような形でですね、財源がどういう増税かというのはもう少し議論した方が進む、拙速に決めない方がいいと思いますが、少なくとも増税によって、まあ、償還するものであると。これは東西ドイツが統合した時もですね、連帯付加税という形で、あの時は所得税と法人税の、まあ、税率を一定率上げて、まあ、次元的に上げますよという形で、まあ、国民全体がですね支援するような形で、まあ、そういうものを組み合わせましたので、やっぱり今回もそういう枠組みを作っていって、まあ、税目の中身はもうちょっと時間かけてやっていくと。鈴木さんどうですか、ちょっと一言で。はい、すみません。あのいくらかかるかは事業は決まらないと決まらないと思います。ただ事業が決まってからじゃあ財源なしでは困るので、それは同時に決めないといけないということですね。それで、まあ、税はいろいろあるわけですから、それは科学的にもう少し影響をきちんと考えて、あの一定の増税って私は避けられないと思いますね。最後ね、一言だけちょっとあの日本経済がこれで立ち直ることができるかと。本当に私も福島県の実は出身で、あの家族も友人もたくさん 今いるわけですけども、東北ってやっぱりその自然と一体となったその産業だったり生き方ですので、あの私はすごいポテンシャルが あると思ってますので、その、まあ、計画ときちんとした政策が組み合わされれば、あの必ず復興するというふうに思います。はい、私も今回いろいろボランティアをはじめとしてですね、やっぱり日本全国民が支援していこうという流れが出来上がってます。政策や政治というのはまだ不安定なところありますけれども、基本的にやっぱり日本国民というのは過去も本当に大変な危機を乗り切ってきた国民ですから、私はそれをまあ強く信じています。必ず復活できると思っています。はい、あの私も復興するのはもう確実で、あとはそのスピードとですね、それから復興した後の日本経済姿、また閉塞感のある日本経済に戻るのか、それとも復興を糧にですね、さらにその構造改革を進めて、少しこう前向きのですね力が出てくるのか、私は後者のですね方にね、期待してますけど、それはやはり政治のリーダーシップということだと思います。そうですね、私も今日聞いて本当にやっぱりどんどん思うんですが、やっぱり今回の震災復興は多分日本の本当の復興になりつなげなきゃいけないっていう感じがちょっとするんですね。だからやっぱりこういう議論がやっぱ必要なんですね。この議論をいろんな人たちが共有してまた政治にぶつけていくってことをしなきゃいけないなと思ってます。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。